エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会のエビナ、こいつら全部がグルだったってことか。こんなことになっちまって、全部俺の責任です。エイちゃんが、まさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんとウォンを死なせちまって、茜さんにも怪我をさせて、ラには連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ、なら名をのこと顔を上げろ。俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ。千歳、俺はまだ話が飲み込めてね。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい、あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。じいちゃん、タタラチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして、キリュウさんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber、 タタラヒソカ、あれは私なの。なんだって？こういうこと。はい、どうもタタラチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声はちーちゃんが。タタラ、そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がタタラひそかとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいる茜さんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったのも。ちーちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城頭も。ああ、エビナとタタラチャンネルへ出て俺の素性を暴露した。そうだぜ一番、こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ？うまく言えねえんですけど、頭が
アカネさんを危険にさらすような真似するのかなって。は？あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえようにアカネさんを殺そうとしたんじゃなかったか。そん時の動機は自分の子だった若を青木亮を守ることだけど、今頭に残されてるのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番早くここはもう行かないと。キリュウさん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。沢城城はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。桐生さん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止？ああ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。おい、話は聞いていたろ。あいつの連絡先は分かるか。ふざけろ、誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。助かる、ソンヒ。うん、どうかしたか、サイコ。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね、一番。ああ。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。あの沢城ですよ。海老名とグルって方が全然納得いく。でも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。ずるくないですか、その返し。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。そう、最悪な時こそ顔を上げねえとな。キリュウさん。おう。
もうついていたか。さすが、早いな。遅いよ。お、チョウ、ハンジュンギ。久しぶり、元気だった？ええ、お二人ともお変わりないようで。どうも。鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうか。なら話は早い。あっちの二人は偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんだ。今は試用期間ってとこ。はあ、あの若いの、桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。彼が海老名とどこまで深くつながっているかで、青龍会への切り込み方を考える必要がある。青龍会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね、どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば、高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で、海老名の狙いが青龍会を牛耳ることなら、高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。はじめは極道を大解散させるつもりが、組に入って気が変わったってことか。もしくは、はじめから青龍会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな。何のために？そこがまだ見えてないところだ。じゃあいつも海老名の隣にいる沢城なら、その辺の話も知ってるかもね。ああ、あいつが春日の言う通り海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。どうした？沢城だ。桐生だ。あんたと話がしたい。桐生さん、今どこにいる？海老名は一緒か？用件を先に言ってください。俺に何か？話がしてえだけだ。海老名のいないところでな。あいにくですが、俺は忙しいんです。ご承知のように大量の組員をハワイに送り出す準備中でしてね。あんたは客寄せの名誉職だろ。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか？セルフ一の野郎が言ってたならぶっ殺すぞ。だ、文句があるなら面と向かって言え。どこに行きゃ会える？埠頭にある青龍会の倉庫です。ナンバーが場所を知っています。
蛇名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃねえ。清流会の人間が大勢いる。彼らも忙しくしてるし、仕事を邪魔してくる奴には容赦しないでしょう。なるほどな。それでも来るって言うなら、俺もこれ以上は何も言いません。では。どう考えりゃいいんだ、今の。沢城に会いに行ったら、清流会の連中が襲ってくるってことか。うん、そうなるよね。私が思うに、沢城は脈ありだがね。え？本気でこちらと会う気がないなら、場所も言わないし、組員がいることも警告はしてこない。私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられた。ってことは、やっぱり沢城は私たちの味方？おお。だったら早速倉庫に行こうぜ。だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の清流会組員はもちろん海老名も待ち構えてたりしてな。おお。じゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ。結局のとこ行ってみなきゃわからねってことか。危険だけどやるしかないわね。ああ。オッケー。なら俺も一緒に行くよ。え？え？何？ダメ？いや、もちろんありがたいが、いいのか。孫妃もここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかし、お二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しが。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも清流会と表立って揉めるのはまずいんじゃないのか。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、連中から始めたことだからね。売られた喧嘩なんだから文句言われる筋合いはないよ。それに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん。キリュウさんは助けないの？あれ？俺なんか変なこと言っちゃった？いや、変だったのは俺の方だ。すまん。構わないか。うん、まあ私は別に歓迎するなんて言わないのね。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、ってことでみんなまたよろしく頼むよ。大歓迎だぜ、チョウ。もう私たち敵なしなんじゃない？なんだかみんなで随分楽しそうなことですね。よう。綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああ、こりゃもうたまんなくなっちまうな。連中、そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってこと知らねえんだろうな。無知ってのは怖いもんだよ。キリュウさん、沢城が見当たらないようだ。倉庫の中ってことなんじゃない？俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。
邪魔する奴には消えてってもらう。もう、おい、なんだお前ら、ずいぶん涼しい顔しやがって。なめてんのかこら、マジでぶっ殺されてんのか。来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんでな。なんだとこら、ぶっ殺してやる。勝ちに行こうぜ。お前らはやり直すためにここへ来たんじゃなかったのか。それともハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。組の命令で振るった暴力は脳幹か。そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。私はあの人ほど優しくはない。立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジルの流儀だ。うわ、痛そう。たまに本性が前面に出てくるんだよね、ソンヒって。表の連中は全滅ですか。ああ、奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってるやつがいましたよ。カタギの世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなるわけです。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたか分かりますか。無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる。なんでハワイへ送り込む必要がある。救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか。もしそんな上っ面の話しかされてねえんならお前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も熱い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。
そんな奴ら腐るほど見てきた。来い。本物の武闘派ってのがどんなもんか。俺の拳で味わわせてやる。あの沢城をぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をこっから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せねえ。うわっ、よせ。俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に。俺もすぐ向かいます。え、あれ、キリュウさん、シュート。何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白いわあの人。いや、まさか。いつも透かしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。それなりに変装してくると思う。ちょっと楽しみかも。沢城、あんたその格好。いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意志を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが
実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、奴が歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。だが俺がそれに気づいたのは一をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある？俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しておくだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイを送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。蛇野はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイには一がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。ずいぶん高く買っているんだね、春日君のこと。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。それって何のこと？海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガナと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方、放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵っつって棚上げにされてるわけだ。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね、原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレカナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレカナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち得ることを許される楽園。ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男。もちろん高い処理費用を取ってるし、海老名もその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元棒たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局海老名の狙いは金ってことかよ。ただこう言っちゃなんだけど、どうなんすかね、日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんならそれは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則があったはずだ。海老名たちはその法を破る気でいるのか。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、
なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら世論への根回しが始まったってことです。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。ふん、極度と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ、その割にもっともらしくキリュウさんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。あれは渡された台本通りにやっただけだ。ええ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。海老名の狙いが本当はよそにあるってんならそこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には道島の竜って看板も当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割って見せることにしたんです。俺たちで果たした東条会と近江連合の大解散はもう元の木阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。キリュウさん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画にはもっと勝算があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東条会六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。